はようこそおいでくださいました。ただいまから子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換を目指す女性ネットワーク宮城結成1周年の集いを開催、結成1周年の集い守りたい明日につなぐ輝く笑顔を開催いたします。本日の司会を司会進行をさせていただきます、宮城生協の本野香代子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。呼びかけ人を代表して、共同代表の一人、弁護士脱原発ひまわりの会の山田泉弁護士より開会のご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、女性ネット共同代表の弁護士の山田泉と申します。本日は爽やかな5月の土曜日の午後にこのようにたくさんのお集まりいただいてありがとうございます。1周年ということで、他の団体であれば大変めでたいことなんでしょうけれども、この団体が1周年ということを重ねていくということは本来であれば望ましいことではないと思います。ただやはり、1周年この去年の6月2日に結成をした後、小売原発が再稼働し、そして安倍内閣になり、再稼働を再議員の公約にするという話も出てきております。私たちは子どもたちに明るい未来を残すために活動を開始しましたが、そこまでの道のりはなかなか遠いものがあるような気もしております。ただ女性の活動内容に書いてあります通り、女性の共感力とそして粘り強さというのは男性の非ではないと私は思っておりますので、粘り強く活動する中、このネットの目標であります子どもたちを放射線の汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換を目指すこと、そして女川原発をはじめ国内すべての原発を再稼働しないようにという目標に向かって少しずつ活動を続けていきたいと思います。女性ネットは緩やかな共同体として活動しておりますが、他の皆様各団体において、活動なさっていると思います。その中でですね、こういった、節目で皆さんとお会いできて、活動の重要性を再認識するとともに、今後も粘り強く戦っていこうというところを再確認する機会にしていただければなというふうに思っております。本日は、ご講演報告とともにですね、またジャグジーさんのコンサートもありますので、綺麗な歌声の中でですね、また新たな決意を持つ一日にしていただければと思います。簡単ですが開会をさせていただきます。皆さんこんにちは。子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換を目指す女性ネットワーク宮城を、昨年6月2日に仙台のシルバーセンターのホールをいっぱいにして結成することができました。そしてもう1年が経ちました。その間政治的にはさまざまな動きがあって、私たちは原発がなくなるような動きに進むのかなって思った方もたくさんいらっしゃると思いますが、なかなか思うようなまっすぐな道ではなくて、ジグザグな道を通っているなっていうふうに思います。昨年の6月結成の集いの時に皆さんにお願いした新聞紙面1面をいっぱいにして、私たちの意思を伝え、子どもたちに原発のない社会を作るように宣伝しましょうということで、皆さんに意見広告への賛同の呼びかけをお願いしました。多分たくさんの方がこの会場にいらっしゃる方、ご賛同をお寄せくださったと思いますが、こういう新聞になってご覧いただけたと思います。8月26日に約5000人近い方のご賛同を得まして、この新聞紙面を作ることができました。大変ありがとうございました。この新聞紙面の通りです。子どもたちに原発のない社会を、安全で
平和な社会、子どもたちがのびのび生活できる、そんな社会環境をどうしてもみんなと一緒に早く作りたい、その思いで結成したわけですから、この1年間、そうした皆さんの願いを込めて、私たちのできる活動で、なかなか十分ではなかったのですが、細々ながら続けてまいりました。女性ネット結成後、活動がこのチラシの中に載っていますので、ご覧ください。1年間の主な活動が載っています。そして、その活動の中身についても少し説明を書かせていただきましたので、お読みいただければというふうに思います。まだまだ私たちの活動が小さくって、本当に世の中を大きく動かすような、そういう動きになってないことは残念なのですが、県内各地に原発をなくしたい、子どもを守りたい、放射能汚染なんてまっぴらだ、そういう思いを込めたグループ、お母さんたち、若い女性たち、あるいは孫の思いを本当に孫が完全に暮らせるようにってことで、じいちゃん、ばあちゃんたちが一生懸命動きを進めています。県内の各地にそんな動きが生まれているので、そうした生まれた動きを横並びにつなげて、みんなでその声を上げていくことで、また大きな動きを作っていけるのではないかというふうに思っています。県内各地の動きが十分に私どものネットに反映されているわけではありませんけれども、女性ネットがそうした皆さん方の動きをつなげて、大きくして、また皆さんに返していって、動きを作るようなそういう力になっていきたいなと思って、さらにこれから活動を進めていきたいというふうに思っています。女性ネット宮城のこれからの活動についてはまた同じ関係した方に書いてありますのをお読みいただければというふうに思います。なかなかこれをやったら本当に原発汚染なくして子どもを守れる安全な動きをどう作ればいいかというのはもう試行錯誤だらけで、いい回答が出てくるわけではありません。でもこの願いを動きを止めないでもっともっと大きくすることで、県政や国政に対して働きかけるような力の一つになればいいなというふうに思っています。私どもは女性ネットとして署名用紙も作って皆さんにお願いをしています。宮城県知事宛てですが、女川原発の再稼働をしないでください。また日本中の原発を早くやめるという決断をして、新しい自然エネルギーへ転換するプログラムを作るように国に働きかけてください。その2つの大きな願いを込めた署名ですので、またこれからも皆さんにご協力をお願いしたいと思います。皆さんの力がこのネットを動かす大きな力になります。皆さんに十分これまでの動きを伝えられなかったかもしれませんが、女性ネットのニュース、ブログなどをご覧いただいて、ぜひ私どもにつながって皆さんとご一緒に大きな動きを作っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はじめまして、仙台で母子週末雇用プロジェクト小さな旅ジャパンという活動をしております代表の西野美希子と申します。私たち、略称チータビと呼ばれているんですけれども、雇用プロジェクトの活動はちょうど先週末で震災より数えて7回目を迎えました。どのような活動をしているかと申しますと、福島、福島に限らず厚生省に放射能汚染された地域が今たくさんあるんですけれども、その中でまだ避難移住できずに残っていらっしゃる乳幼児のお母さん方、ご家庭たくさんあるんですね。でそういうご家庭ではさまざまな事情によりそこの地域を離れることが難しいまま、たくさんの不安を抱えて子育てをしていらっしゃる若いお母さんたちがたくさんいます。でそれは決して仙台の私たちも人事ではなくてですね、私も震災前から原発はすごく心配だなと思って活動しておりましたので、爆発した時にはインターネットですぐにチェルノブイリの時にはどのような範囲でどのような汚染だったのかなと思って調べて、仙台は90キロだけれどもどうだろうと思ったらば、チェルノブイリの時にはほぼ100キロ圏内が高汚染地帯になっているというのを見て、本当に胸をつぶれる思いだったことを覚えています。でも本当にあの時の風向きというのはロシアルーレットのようなものでして、決して福島が人事ではなく
性も十分にありますし、今後また福島原発で何かあったら、もしくは小川原発で何かあったら、今度は私たちが強制移住しなければいけないほどのエリアにいるっていうことの認識がすごく大事だなと思っています。そういった中でご近所である福島のお母さんたちが悩みの中で子育てしているときに、私たちに何ができるのだろうと思って始めたことが、週末だけでも少しでも線量の低い宮城県内に来ていただいて、そこで合宿をしながらお母さんたちの心の内を聞いたり、子どもたちが外でのびのびと遊んでもらう環境を用意したりするという活動の中で、決してこう被災者と支援者という分けた立場ではなく、私たちのスタッフも家族を津波で亡くしたり、まだ高線量地域にの県南部に残りながら活動を続けている仲間たちと共に、共に生きながら健やかに子育てを続けていくということを大事に活動しています。福島のおばあさん方、ちょうど先週末もご一緒に合宿してきたんですけれども、やっぱり長引く不安の中で大変心が鬱状態になられていたりとか、中には福島の中では子供を震災後に産んでまだ一歩も外に出したことがないというような方もいらっしゃるそうです。そういった心配というのは仙台でも一緒でして、私は東仙台で小さな自宅で自主幼稚園をやっているんですけれども、中にはやはり震災後1週間鼻血が止まらなかったというお子さんが実際にいました。でお母さんが心配になられて病院で尿検査をしたのが、やっぱりおしっこから微妙のセシウムが出ていましてですね、震災の時の過ごし方、爆発した時にどのような状況に子どもたちが置かれていたかによって、この宮城県でも被爆をしている子どもたちがやっぱりいるんだなということを改めて認識させられた次第です。また普段保育をしていてもやっぱりアレルギーを持っているお子さんであるとか、体力が他の子よりも少ない小さいお子さんなどにちょっと気になる症状が見られているなというのが正直保育者の実感でもあります。私たちはできるだけそういった問題をお母さんたちとシェアしながら、できるだけ内部被曝を減らしていくということで日々の保育を気をつけています。例えば園庭の土を入れ替えるであるとか、むやみに草むらの中で遊ばないとか、もちろん給食においても国の基準はどのくらい安全性があるかというのは結局のところ分かりませんので、私たちは今のところ小さい子どもたちに食べさせる食べ物は全く放射能は検出されていない、検出下限値のなるたけ低い中で検査されたものを使用するようにしています。こういったことを私たちが日々気をつけることによって、東北の子どもたちができるだけ健康に育っていくことの土台になるんじゃないか、これからの時代を生きていく子どもたちはそういったことが当たり前に気をつけられていかなければいけないではないかなと思っています。でそれこそが本当の意味で私たちがこの東北に生きていくにあたって誇りある未来を作っていく大事な大事な基盤になるのではないかと思っています。今回こうした場を与えられて、また世代を超えた皆さんと交流させていただくことによって、私たちが本当に大事なことをもう一度確かめ合い、手をつなぎ合って、そして残念ながら大変ゴテゴテで回っている宮城県や仙台の行政の方にも働きかけていきながら、本当に誇りあるそして健やかな東北の基盤を作っていく、子育てはその国の文化づくりの大事な元に礎になるものだと思っていますので、こうして女性ネット世代を超えた個性の光の中で、これからの本当に健やかな、そして震災があることによって立ち上がってきた私たちのこのエネルギーを新しい東北を
の財産にしていきたいなと思っています。私たちは日々仕事も抱えながら週末保養プロジェクトをやっているもので、なかなかこう皆さんに私たちの活動を広報する機会もなく、今日もチラシを用意するまでの余裕がなくて本当に残念なんですけれども、基本的な情報はホームページとそれからツイッターの方で配信させていただいております。小さな旅ジャパンと検索をかけていただければホームページが出てくると思いますし、私たちの活動資金はすべて市民の皆さんの小口の寄付金とそれから手拭いとバッジの販売によって運営されておりますので、もしもお気に留めていただいた方がいらっしゃいましたら、ホームページの方もご覧になっていただけたらと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。3月に原子力に関する防災計画をまとめました。
計画の目的の部分の最後にこう書いてあります。なお本庁は脱原発宣言の町である。この計画は女川原子力発電所の再稼働を容認するものではなく、今後女川原子力発電所が完全に廃炉になるまでに発生する可能性のある原子力災害に備えるものである。これは大いに評価できるものだと思います。しかし計画そのものはまだまだ具体性に欠け、今事故が起きたらどうするのか不安がいっぱいのものです。私たちの疑問、不安、要望について町と話し合いたいと思っています。また10月には再び大きなイベントを実施し、町の皆さんにアピールしたいとも考えております。時が経つにつれ原発や放射能のことすら人々の意識から遠のいていくようです。それは再稼働を推し進めたい人たちの思うつも、そうさせないために私たちは声を出し続けていきたいと思います。皆さんで一緒に頑張りましょうと思っています。皆さんこんにちは。今日は皆さんにお話しする機会をいただきまして、大変ありがたく思っております。ありがとうございます。5分という短い時間ですけれども、簡単に風の会のこれまでの取り組みと、それからこれから取り組んでいかなきゃいけないことなどを手短にお話しをさせていただきたいと思います。まず、風の会の事務局メンバーは、まあ、大体10人ぐらいおります。その大半のメンバーは女川に原発が、建設されようとしていた1970年代から40年以上にわたって原発の危険性などを訴えてまいりました。でも国や電力は絶対シビア節電と核事故は起きないということで、防災やいろいろな手当をしないままに今日まで来てしまいました。そしてついに2011年3月11日東日本大震災が起きてしまいました。そしてとうとう福島第一原発発、福島第一原発発電所の事故が起きてしまったのです。実は私の連れ合いは風の会の代表をしてまして、ずっと40年以上この活動を続けてまいりましたが、実は私は泉の方に住んでおりますが、電気が、時々こうつかなくて4日目に電気が通りました。そこでラジオではニュースを聞いていたんですが、実際テレビでその映像を見たときに連れ合いがもう呆然としましてね、もう口も聞けない状態でテレビを睨んでるというか見つめているんです。そして初めて口にした言葉が、はあ、自分はこういう現実を見たくないために今まで頑張ってきたのに何たることかと、そう言ったんです。そしてしばらくも数日会話もできない状況でした。話が前後しますけれども、風の会の前身は、女川原発訴訟支援連絡会議といいまして、こういうグループで活動を開始しておりました。このグループは女川の現地漁民の人たちが、裁判闘争を起こしていたんですね。原発
1980年頃にもう原発が建設されてしまって、それを差し止めようとして裁判を現地の漁民たちが起こしていました。で、それを支援するために財政の弁護士さんたちが弁護団を作って裁判に臨みました。でも原発のことはいろいろ科学的や技術的に難しいことがあるので、その弁護士さんたちの、バックアップ、いろいろな資料を作るために、資料作りのために、その十数名の、まあ、いろいろ当時東北大の、原発ゼミのメンバーや、それからお医者さんを目指している人たちや理科系の人たちが十数名グループを作りまして、裁判の弁護士さんたちの支援に当たりました。その構想が20年ぐらい続いたんですね。それでとうとうその裁判も終わりまして、もうその小沼原発訴訟支援連絡会議というところの役目が終わったんですが、でも小沼にこの宮城の現地に原発がある以上、その危険性や対応をその原発反対の声を減らしてはいけないということで結成されたのが風の会なんです。2001年、風の会の最初の講演会が今結構有名になっていると思いますけれども、環境エネルギー政策研究所 所長 の飯田哲也さんという方、名前聞いたことがあると思いますけれども、その方を招いて自然エネルギー利用を促進する庭という題名で講演会をいたしました。それをきっかけとして風の会が発足いたしました。風というそのタイトルは、原発のない社会を目指して再生エネルギー、再生可能なエネルギーで私たちはそういう社会を目指したい、そういう風を起こしたいということで、風という風の会という名前を付けました。もうほとんど5分になります。はい、じゃあ急いでいきます。そしていろいろ防災の件につきましても、一旦火が事故が起きてしまったら、小沼や石巻だけの問題ではなく宮城県全域に関わる問題なので、例えばその例一つを取ってみても占領系ですね。実は宮城県に数千万円、2、3千万円する測定器があったんです。それが全部小沼の原子力センターに設置されていたために、津波で全部流されてしまったんです。それで風の会では全県的にね、分散してその測定器を置くようにということもずっと要望して、県なんかにも言い続けてきたんですけれども、なかなかそういうふうにはいかなくて、宮城県の測定は初期の測定が全然できない状況にありました。まあ、そんなことを一つとってもですね、大変もう悔しくて本当に残念なんですけれども、でもまあ落ちてしまったことは仕方がありませんから、今何をしなければいけないか、いろいろ考えまして、今一番取り組まなければいけないことは子どもたちの健康を守ること、そういうふうに考えております。それで昨年の2月県議会に向けて子どもたちの健康調査をするようにと県議会に働きかけまして、6月の県議会が されました。でもそれも具体的な取り組みはまだできてませんので、これから皆さんと共に声を上げて共に取り組んでいきたいと思っています。もう時間ですので終わって今後せっかくの機会ですから、皆さんにお話をさせていただきたいことは、私も県議会に毎日のように議員さんたちに説明に伺いましたけれど、
一生懸命説明すれば分かってもらえるんです。諦めずに、そして多くの人が、これだけの人数の人がというたくさんの人で声を上げ続ければ変わるんです。私は県議会の宣言活動を通してそれを学びました。で、いろいろ風邪会議の活動は株主運動とかいろいろあるんですが、株主運動でも毎年いろいろ提案をさせていただいたんですが、それもすぐには通らなくても1年後、2年後、3年後に通った要求がいろいろあるんです。8つぐらいあるんです。ですから何を言ってもダメだとか、そんな風に諦めないで、この戦いはずっと長い戦いになりますが、焦らずに時々は休みながら、ずっと意識の中に置いて皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。そしてまずもしかして皆さんもできるかなと思うのは、今金でものことを言ってちょうだいねって言われましたので、金でもって聞いたことがありますよね。ありますよね。はい、毎週金曜日の夜に金曜でもってやってるんですけど、ちょうど明日は日曜日ですが、今年になってから金曜日の夜だけではなく日曜日の昼間も一回デモをしようということで、ちょうど明日は40回目に当たるんですけれども、錦町公園で午後2時からそのデモの集まりがあります。もし気が向いたら皆さんどうぞ足を運んでみてください。話したいことはたくさんあるんですが、この時間無料ですので、どうもありがとうございました。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、カロンと申します。私はここで皆さん方の前の話をさせていただく、その案内文の中に事務局次長の須藤美智子さんから、それが決まりでありまして、カノさんのような方も原発に反対するので、きっと皆さんは関心を持っていただけるのではないでしょうか。鴨さんのような人とはどういう人なのか自分で考えました。よく言われますね、田中角栄さんが言ったのかと思いませんけど、犬は人を噛んだ話は記事にならないけど、人が犬を噛んだ話は立派なトップ記事を書けることができると、私は人を噛んだことはないんでございます。でも一つだけ思い当たることがあるんです。それは私はにわかかつ原発者なんです。少なくとも、30年近く長寿をさせていただきました。脱原発の脱の字も反原発の反の字も申し上げたこともありません。ただ一度それをしなければならないという大事な私に教訓を垂れていただいた方はいらっしゃいました。それは町長になって間もない昭和50年に、私は成人式に小牟田出身、今は三郷でありましたが、出身で法政大学の教授をしていらっしゃった袖井敏次郎先生をお招きして成人式のご講演をいただいた。その時まだ昭和50年代初めでしたが、原発も原爆も同じなんです。何度もそれを強調されました。その教訓を守っていればですね、にわか脱原発ではなくて少しキャリアがある脱原発でいたのかもしれませんが、私はそれを右から聞いて左に聞き流して、それはあまりにも
神話にとらわれていた私の愚かさは、なんとバカかと自分で思うのでございます。バカの償いのために、じゃあ今度はそれを取り戻して一生懸命脱原発をしようと心に誓いました。あの 3.11 の災害の後、世の中が大きく変わっていると私は直感いたしました。関東大震災の時よりも大きく変わるんじゃないかと。そういった変わり目の中で私はもう75歳の高齢者でございましたから、自分の魅力を何に傾注することができるだろうかと思っておりましたが、あの原発の事故がついついと起こってまいりました。あ、これだというふうに思い知らされたのでございます。私は小学校4年生、満10歳の時に1944年、昭和20年の終戦を迎えたんです。私は本当にいたずら盛りの、本当に悪ガキでございまして、私の母は100歳で元気でおりますが、何度悩ませたか泣かせたか知りません。昭和20年の夏、ちょうど今のかと思うんですけど、近所の屋根に上がって、スズメの巣を探して、スズメの子スズメを取ろうと思った。残念ながら、屋根から転落して、足をくじいてしまいました。当たり前のです、下をコンクリートで、ポーンと腫れ上がった足で、母さんこうなったって分かりました。母は悲しそうな顔をしましたですね。私は尼になりたいと。いろんなことがその言葉に込められていると思うんですが、父親のことでも彼女は悩んでいたことでございまして。だけど私は母親が尼になってしまうと、私の手元から離れていく。これは大変なことだと。とっさに私は何と言った。お母さん、僕は特攻隊で、神風特攻隊で死ぬんだ。そして、軍神に祀られるつもりだ。母さん、軍神の母さんが尼さんじゃおかしくないって。これが、軍国少年、マインドコントロールされた10歳の少年の心であり、将来像の人生の将来像。あの原発を見て、原子力安全保安院の発表がございましたね。西何とかって人ですかとか忘れません。あるいは官房長官は枝何とかって言ってましたが、あの大本営発表、私が10歳の時まで毎日物心ついてきた大本営発表とちっとも変わらないと私は思ったんです。絶対安全な原発があのような事故を起こしてもまだ安全だ、まだこの程度で済んでいます、まだレントゲンの何回分です、 MRI の何回分ですと言ってる、その言葉はいかにもですね、戦時中我が子の存在、駆逐艦消波、敵の存在、戦艦3隻、航空母艦2隻、他甚大な被害は全部嘘ですよ。それを毎日軍艦町で流した最初じゃ、マインドコントロールを受けてきたんです。同様に、あのような原発の事故を起こしたその責任も明らかにならないままに、どうでしょう、安全なんです、なんとかなるんです。どうにもこうにももうならなくなって、言い訳が聞かなくなって、そのですね、まさに規制の虜じゃないかと、国会の調査委員会の報告の、その規制の虜とは何ですか。最も規制すべきところが、規制される側、危機を逃るところのたくさんの知識や知見や、あるいは経験やスタッフで、
虜にされちゃってる、規制できる体制にない。ノーベル賞学者が言われたらそうですかと、経済学者が。そのことだとつくづく思いました。これではいけないと思ったんです。皆さん方にたくさんの資料が言っておりますね。今日は十何枚の資料が言ってると思うんですけれど、私に関わりがあるものを少し申し上げます。今、谷崎さんがおっしゃった、ご主人様の、島原先生がやってらっしゃる原発主義にこの間、投稿を依頼されまして、ちょっと書いたものがしますので。それから一番別組で、昨年の12月、株式振興の次郎というところで投稿いたしたものがあります。それから、ここに宮城九条の会が作った九条の反対の九条の改正96条を反対するこんな大判の宣伝パンフレットがあります。そして最後にはこれは私の宣伝でございますけれども、明日鹿島大で農会村長の村上さんを呼んで鹿島大の宗教の設立総会がございます。それの宣伝があります。で、主として私は12月にこれまでの運動の自分のを振り返り、それからまた衆議院選挙を前にしてここが問題だと思って、書きました。たった一言ですね、原発は即時停止なんだ、即時停止以外にないんだということを訴えたくて、なかなかとかありました。あんなここの即時停止のところはボツなんですよ。編集と相談して、これがなかったらこの文章も取り下げなきゃならないって言わんばかりなんですが、分かりましたって本当に言ってたんです。あの衆議院選挙の時、いろんなもう原発についていろんな批判的な話をしている政党がいっぱいおりました。あの時どんどんやりましたところはだから争点は原発じゃなくなっちゃって何も超えた形でああいった結果になったんですが、わずか4割の投票でもって本当に絶対多数が出来上がったわけです。だけども問題は即時停止していかなきゃいけないんじゃないのというふうなものは私は最も言いたかったことです。ここに一つこの福島原発に関しまして訴訟、福島原発告訴だ東北事務局一同という文書がございます。私もこの訴訟団の一人に入れていただいて名前はつまらないと思います。ちょっと読ませていただきます。東北の皆さん、全国の皆さん、ご参加ご支援を賜りまして、心より御礼を申し上げます。我々が告訴した者たちは、美しい地球、緑豊かな日本、かけがえのないふるさとを擁しました。先祖が伝えようとした志は、人々や自然と共に、互いを支え合って生きる素晴らしさです。その教えに沿って家族を作り、家族を養い、家族を愛し、未来を信じて生きる喜びまで打ち砕いてしまいました。自らが寄って立つ大地を何百年、何千年にもわたって汚すことは、我が一個の欲望が原因とはいえ、もはや狂気であります。国家と社会の基盤、基礎である家族を壊し、家族を否定することは、人民に背き、反社会的行為です。必ず法の裁きを受けなければなりません。生物は40億年という長い歴史をたどってきました。あらゆる生物の遺伝子を傷つける放射
したのは、それは多様な生物の過去、進化の道筋と未来の可能性を否定しています。我々の決意と行動は、やっとその端緒につきました。この国葬団で示した勇気と情熱は決して途切れません。必ず望みを成し遂げるまで、人として、日本人として、国民として、その義務を尽くします。重ねて申し上げます。この事故の犯罪者を糾弾し、原発をなくすことは、国民の義務であります。福島原発、国葬団、東北事務局一同の決意です。どうぞ今後ともご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。まあ、こういう意気込みがあるので、皆さん方にご紹介しました。どうでしょう。これに尽きるんじゃないでしょうか。これになお原発の再稼働、あるいは経過を見ながら、あるいは3年の時間をかけて原発をもう一度見直して、10年かけて方向を出すとか、そういった無責任な話はありえない。今日冒頭に共同代表の山田先生がこうおっしゃいました。1年目に1周年という言葉が複雑な意味があるとおっしゃいました。1年経って2年経って30年経ってやっと廃炉にたどり着けるかどうかという未知の世界に進んでいかなければならない時なんです。1周年、2周年、100、30周年、100周年、これは私たちがこれから歩み続けなければなりませんし、歩み続ける勇気と力と、そしてまた私たちの知恵が必要な時が今だと思うと、このように考えます。あの 3.11 は私たちに新しい時代の第一歩を、その道しるべを教えてくれたし、私たち遠くに住む者はですね、その声を世界、日本だけではなくて世界に発信するために、あのような災害の地域に生まれ育ち、仲間を失い、家族を失い、財産を失い、そして得たものはその新しい道を歩むという勇気と決断と、その方向づけだと思います。だけど一人ではやっていけません。まさにどなたもおっしゃいました、本当に発表なさいました皆さん方の話、本田事務局長の話、虹野さんの話、勝松さん、谷関さん、粘り強く最後まで頑張りましょうとこう言っておられますね。私も大変な勇気を与えていただきました。それがやがてですね、大きな力になることはと思います。私は脱原発を目指す首長会という会、全国津々浦々もう85の市長者、市長、町長、元市長、町長、区長、こういう方々が結成されております。その代表の一人が静岡県湖西市の市長、三上さん。この人は市長選挙が昨年10月でございましたが、11月でございまして、脱原発を真っ向に掲げて市長選挙に立候補いたしました。出口調査の結果、もちろん圧倒的多数で、当選を果たされましたが、その出口調査の結果だけはですね、有権者と三上さんに投票した最大の理由は脱原発であるということに 42% の方が答えて、訴えて行動すれば必ず結果が出るんです。また一方、ただいま申し上げましたこちら、東海村長の村上さんですが、
彼は ご案内の通り二人の犠牲者が出た JCO、 あの臨海事故で村長として今何をすべきか、国に電話しても通じない、県に電話しても十分な答えが返ってこない、この村民は自分が守らなければならない。守るためには万一間違いがあったならば私は腹を切ってお詫びをする、命を、自分の命を捧げた場所にしなければならない、決断に至ってあれに臨んだということなんです。私はその気持ちがよくわかるんです。私も柏台という町は今から27年前から昭和61年、1986年、大水害に見舞われまして、もう本当にこのような水害の途端の苦しみは、人にも味わせたくないし、自分も味わったくないと何度も思って、災害対策を進めてまいりましたが、後に引けない市長としての、何ともしましょうかね、本当に命を投げ打っていこうという気持ちがよくわかるんです。ですから先ほど勝俣さんのお話がありましたが、三郷では防災計画の末尾に決して原発を認めて防災計画を作るんじゃない、背後に進める中だってすごい危険なことなんだということを承知で作ってくれた。でもあの防災計画を作り、30キロ圏内が事業者、東北電力と協定を結ぶことが非常に重要なんでございまして、そういった一つ一つの道筋を踏まえながら脱原発へ向けて一歩一歩進めていかなければならないのだと、このように思うのでございます。最後に申し上げます。原発と原爆は一緒だとつくづく思います。そして憲法第9条、戦争法規、武力を持たない、人を殺さない、これも一つだと思います。その何よりも私は私なりの判断の基準はここにあるんです。原子炉を動かすためにはまだ日本ではその燃料に濃縮ウランを使っているのが大半でしょう。あの濃縮ウランはどこで作られるか、ウラン原料を濃縮するわけです。聞けば青森県の4カ所からの一部ではそれに取り掛かったり一部は作れるかどうか詳しいことは分かりませんが、おおむねは 26% はちょっと古い数字ですけどもアメリカからです、あるいはカナダからです、あるいは使用済み核燃料を最初にするための方法としてこの間の新聞に出たとおり、イギリスとかその方に運びます。これは何で運ぶでしょう、飛行機を使うでしょうか、飛行機は使わない、まさかミサイルを使うわけじゃありません、全部船なんですよ。船には航路があるでしょう、航路の安全は誰が確保するでしょうか、その航路は企業秘密に違いありません。このような時期です。だけど企業秘密は、秘密は誰かが知ってるはずです。知ってるのは誰でしょうか。総理大臣だと思います。もちろん事業者も知ってると思います。それから私は総理大臣が知ってるということは、防衛省、防衛大臣も知ってるはずです。国家秘密ではないかと思います。私は小さな町の首長をさせていただきましたから、かなりの情報が入ることを知っております。行政機関の長理と、さすがに菅さんは自分の原発案の経験を本にまとめられました。そのことについては触れておりません。必死で語らずだと思います。そうなってくると日本の防衛力もしあるとしても、
それにもう一つアメリカの力も借りなければいけないのです。そこにもう秘密の共有が私は起こっていると疑ってやまないのです。見ることも尋ねて聞いて答えを得ることもできません。それしかないんですよ。だから核再稼働、言わずもがな燃料を運び持ち出し、これはもう軍事と一体です。だから憲法改正9条が邪魔なんです。もちろん潜在的核色保有ということで、石破さん何かのと石破さんという方が言ってますよね。原発を持っているということは日本が潜在的核保有なんだ。ですから原発も原爆も憲法9条の改正も全て一つだと、根っこは一つだと思っています。でも今日はもっと大事な未来の子供たちのためにまず全ての垣根を取り払って、まず原発をやめさせると、これで手をつないでまいりたいと思いますし、私も皆様方と一緒に一生懸命頑張ります。まあ人は噛まないように、でもあまり安倍さんの変なこと言ったら噛みつきたくなりますね。私は不幸ですから終わります。皆さんありがとうございました。